今回は中原さんの3秒かかったんで、僕も絶対ミスして変なラインでしたもんね。
できない中で非常に、変なプレッシャーがかかったんですけど、まあ、最低限の目標というか最大の目標というか中原さんチャンピオンが決めれて本当にホッとしてます。中原さんもね本当はねよ嬉しいんですよもうチャンピオン決まった時からもう安全に走れ安全に走れ動いてないと言われてたんですけど、もう危ないことするなって、まあ、本当にね無事ゴールできてる。